皆さんこんにちは。毎月こうして定例の会見をさせていただきまして、皆さんに、記者の皆さんにご出席を賜りまして、感謝を申し上げたいと思います。いろんな情報を発信をしていただいている記者の皆さん、多分いろんな思いを持ちには大変忙しい中を活字媒体を通して多くの情報発信をしていただいておりますと、改めて御礼を申し上げさせていただきます。供養の会計は主に2項目にあたって、まず私の方からお話をさせていただこうかというふうに思っております。1点目はコロナの関係でございますけれども、残念ながらですね、この地は感染者数が、増加傾向にある。10万人あたりの感染者数も 25. いくつかという確かだったと思いますが、そういうのが高い位置にあるということで、非常に日々、気をもんでいるところでありますが、気を持てるだけでは意味がありございませんので、できるだけの努力をして防止に向けた取り組みをしているということでありまして、特に市街地の駅を中心とした市街地の人々への感染防止に向けた取り組み、みんなでしっかり協力し合いましょうというメッセージを、ベストの上にこうですね、声をかけるわけいけませんので、無言で、そういう活動を判別に分けてやってみたり、また紙ベースではありますけども、自治会等々の協力をいただいて、自治関係のを求めていこうということであります。ご存じの通り、若い人たちと合わせまして、家族からの発信、感染が出ているという状況でもあります。これから新たな64歳以下の方の接種に向けての取り組みも少しさせていただきますが、なお一層緊張感を持ってですね、私どもの行政の責任として、さらにいろんな角度で努力をしていきたいと思っております。ぜひ、記者の皆さんにも、ご意見ございましたら、ご指導いただければと、こんなふうに思います。65歳以上の方々につきましては、国の指導もありますけれども、私どももできるだけ早くやっていきたいということで、もうご存じの通り、7月のいっぱいには、65歳のいわゆる高齢者の皆さん、これの方々については、7月いっぱいをもって、次の一般の方々へ移していこうというふうに思っております。12歳から64歳までの方々への接種券の発送の関係でありますけれども、お知らせをしたいと思います。本日から、基礎疾患、それから高齢者施設、ここで働いている方の皆様へ、皆様に、また7月7日からその他の一般の皆様に接種券を発送するということです。その他の一般の方々というのは年齢別に分けないで一括で、発送しようというのが7月7日ということです。この対象人員でございますが、対象者数ですね、14万5千人ということであります。この方へ接種に向けた今急ピッチな対応を進めているということで、ついては今行っている接種会場だけでは不十分でありますので、
一般の方の接種開始に合わせまして8月1日から、場所はイオンのイオン厚木店、約3000平米の面積を持つフロア6階なんですが、ここで大規模接種会場として新たに新設をして今準備を進めておりまして、一般の方々へのここでの集団接種、まあ、1日今のところ計画では1600人の接種はできないかをしていこうということで、進めていく予定であります。また企業大学いわゆる職域接種、これでご覧いただく職域接種についてでございますけれども、準備もこれで進めております。市内の大手企業をはじめ中小企業、商工会議所さんを通して職域接種の準備を進め、また大学もございますので、大学は大学なりにいろんな計画も立てていただいておりますので、後ほど方の中には担当の方から話をさせていただきますが、これもだいぶ具体的な話になってきましたので、会場も含めてですね、接種会場の各大学での含めて準備が急ピッチで進めているということです。課題なんですけども、まあ、後ほどご質問もあろうかというふうに思いますが、昨日、月曜日ですね、実はワクチンがの確保が、大丈夫そうでありそうで、ちょっと不安もありますので、そういう言い方失礼なんですが。神奈川県の担当の副知事に直接お会いして、本当にこの確保大丈夫なのかどうか念押しに来ましたということで強い要請をしてきました。合わせまして大きい規模の接種会場、ここで厚木市は進めていますから、ぜひご承知を受け合わせてワクチンの確保に向けた対応、ミリケントの連携、これを改めてお願いしてきたところであります。まずそれが今の状況にあるということであります。もう一点でありますけれども、資料の皆さんの2の方、資料2の方にの関係でございますけれども、中町第二の二地区の複合施設の整備事業、それの進捗状況について、少しお話をさせていただきます。動きが少しありましたのでお伝えしたいと思います。基本設計と業務委託の受注公募者が決まりました。6月の13日にですね、公募型のプロポーザル方式を実施しまして、提案者は当初10社ですかね、あったんですが、10社間違いないですかね。審査をした結果、5社に絞り込みまして、6月13日、その提案者5社を対象に、プレゼンテーションと合わせまして、ヒアリングを行いました。まあ、いわゆる二次審査という私は全部は出席できなかったんですが、数社のプレゼンテーションを聞かせていただき、お手元にあるように審査員と言っていいんですかね、の方々が直接、プレゼン者に、意見を述べさせていただいたり、プレゼン者のご意向も趣旨もお話をさせていただきながら審査を行われたという、その結果ですね、最終的には、石本建築事務所、石上淳也建築設計事務所、共同企業体になります、この事務所、
これが受注候補者として、決定をさせていただいたということであります。なお、この契約の本契約は7月の来月の下旬を考えています。記者の皆さん、ご存じだと思いますけれども、この複合施設ですが、ここで国の関係の入居予定が、話がだいぶ進みましたので、それも合わせて報告させていただきますが、ご存じの通り、この施設は図書館、それから仮称未来館、そして視聴者に加えましてですね、ずっと交渉を続けてきておりましたが、これに加えて国や県、この機関も入っていただくということで進めてまいりました。もうすでに神奈川県から複合施設への入居方針は示されていたんですが、ここで、国との協議が整いまして、具体的には国の機関であります、専用の管理監督署、それから公共職員安全管理所、ハローになっていますけど、この2つの機関が入社しますということで、明確な回答ですね、といただきました。これによりまして、国県市が一体となった庁舎を整備してみようということを、その基本的な部分が固まってきたということでありますので、どうしてこの形を取ったかというのも、このご存じの通り、事業者の皆様に便性を、上げていこうと、あの施設の持っている、またあの場所の持っている意味をしっかり考えて、市民の皆様の憩いの場であり、またいろんな公共施設の利用をさらに高めていくために、国県市の庁舎を整備することによって、利便性を上げる、またコンパクトプラスデッドラックの考え方にも整合し、こういう地の有効利用、こういうものにもつながっていくという、こういう目的を持って進めていっておりますので、今そういう状況になっていたということでありますので、これをベースに、今回のこのコロナの中身を精査をしながら、より具体的なものはこれからであります。大切な市民の皆さんの声も今までも聞いてまいりましたけれども、さらにいろんな手法を考えながら、この施設作りに努力していきたい。そしてある意味、ここが新たな市街地のランドマークとしての役割をしていく、人もまさに住む場にしていく、雨を含め、北口、南口、一帯の再生、特に北口の再生に今、来ていこうという。進めておりますが、そういう面で自由的なやっぱり町づくりのとしての役割をすべく持っていきますし、今少し一歩前進したということをお伝えしたいと思います。